皆さんこんにちは、シカです。昨日、ネットショッピングで頼んだ布おむつが届いたので、それを皆さんに紹介したいと思います。そもそもまさか私が布おむつ使うとは思ってもなくて、今回ですね、息子のおむつかぶれで布おむつを試してみようと思って、注文しました。もう本当に妊娠の前は布おむつなんて想像もつかなかったぐらいで、今回、病院とかにも行ったりしたんですけど、どうしてもこう新生児のうちって排泄の数が多いので、どうしてもこうお尻の周りが蒸れてしまってかぶれてしまうので、なんだろう、今 の, おむつっていうのは本当に性能がいいので、なんだろう、赤ちゃん自身が気づかないことが多いですよね。でそのままにしとくとどうしても蒸れてしまってかぶれてしまうので、それがあって、でおむつ、布おむつを今回試してみようと思います。でも本当に何も分からず で周りでも布おむつ使ってる人もいなくて、もう口コミに今回頼ってみまして、エンゼル社のラッキーおむつっていう布おむつを今回頼みました。初めてなので、エンゼル社のホームページを見てお試しセットっていうのがあったので、今回それを注文 しました。で、お試しセット自体が 18,576 円で、なんか私のイメージでは布おむつってすごくなんか経済的にいいイメージがあったので、なんか想像よりちょっと高かったなっていう感想です。はい、でその布おむつのお試しセットの中身なんですけど、まずですね、布おむつを使うにあたって3つ揃えないといけないものがあって、まずですね、こちらのソフトベビーっていうおむつライナーっていうものなんですけど、これが10枚入りを1パック届いてます。これはなんだ、直接赤ちゃんのお尻に触れる最初の布、薄い布なんですけど、汚れた時につけ置きしたり洗ったりする時にすごく楽なんですね、これがあることによって。はい、あとですね、これはラッキーおむつですね、その布を当てる部分のものでして、これが M サイズ4枚入りが、3つこのお試しセットの中に入ってました。多分本格的にもし使っていくのであれば12枚、ちょっと足りないので、とりあえず今回布おむつを使ってみて、でおむつかぶれがどういう風にもしいい方向に向かっていけばもっと買い足していこうかなと思っております。あとですね、これだけじゃ使えないので、このおむつの外に来るこのおむつカバーというものが必要となるんですね。で、なんだ、一昔ってこう巻いてさらしみたいに巻く方法もあるんですけど、今回私はめんどくさいので初心者っていうのもあるので、おむつカバーのタイプにしました。あとですね、このセットと別で、この洗濯用石鹸、アラウベビー、これも普段私が使ってるもので、今回ついでにと思って、一つ買い足しました。もう一つピュアの、ピジョンのピュアっていう、これはつけ置き用の洗剤、もしおむつが汚れたらこれでつけ置きしてから洗う、これも買いました。あと
とですね、最後におしっこキャップですね、男の子用に、なんかそのホームページのページをめくってたら、なんだろう、ちょっと面白いあのグッズがあったので、あの男の子の、多分あの男の子のお母さんだったら皆さん経験あると思うんですけど、なんだおむつ替えてる途中でおしっこをしちゃうことがあるので、それをあの、まあ、おちんちんのところにね、これをポンってかぶせて、まだあの使ってないんですけど、使ってみてまた皆さんにあの感想を伝えたいと思います。はい、まあ、今回ですね、あの親切にあのウェットタオル、お尻拭きですね、3ついただいてます。ありがとうございます、嬉しいです。ということで、この後ですね、早速ちょっと説明書を読んでから、使ってみて、でまたその感想を皆さんに伝えたいと思います。はい、この後3週間布おむつの方を使ってみての感想ですけど、お試しセットを買って10枚入ってたおむつが全然足りなくって、その後あのホームセンターに行ってあの40枚買い出したんですけど、まあだいたい 4,50 枚で、でも毎日洗っていかないと間に合わないぐらいでしたね。その時はあの息子は生後2ヶ月ぐらいで、で完全母乳だったので、うんちがちょっと緩い時も あるので、なんかちょこちょこうんちしたりする時も変えてあげないといけないので、もう 4,50 枚じゃ全然足りなくって、もう毎日洗っていかないと、しかもあのうんちがついてしまうと手洗いしないといけないので、まあ、手洗いしてうんちを洗って、その後に洗濯機で洗うという形なんですけど、どうしてもちょっとたくさんうんちしてしまった時ってどうしてもきれいに洗えないので、なんだろう、本格的に使っていくには私個人的には向いてないなって思ってました。なんかこう布おむつを使ってみたいっていう、どんな感じなのかなっていう気持ちで使った方がいいのかもしれないです。それを本格的に使っていって、でやっぱりちっちゃいうちだとどうしても手がかかることが多いので、ちょっと大変かなっていうのはありました。で今息子が、ちょうど 3ヶ月になったんですけど、ある日突然おしっことうんちを貯められるようになって、で急にある日突然なんかおむつの数が減ってきて、今から使うとちょうどいいのかなって思いました。最初のうちの2ヶ月3ヶ月はまあ経済的なのは経済的ですけど、手間暇がかかるので覚悟した方がいいのかなと思いました。でも一つだけ良かったことがあったんですけど、実は布おむつを3週間使うようになってから、今は普通に紙おむつ使ってるんですけど、おしっこするたびに教えてくれるようになったんです。それは息子がそういう性格なのか、布おむつを使ったからそうなったのかわからないんですけど、でも結果的にはもう毎回おしっこをするたびに知らせてくれるようになって、 なんだろう、おむつを卒業するのは早くなるのではないかなって、ちょっと今から楽しみにしてます。で、今そうです、またそのうち落ち着いてきたら布おむつに戻してあげようかなって思っております。で、なんですなんかこう全部布おむつって思ったらすごく大変なので、まあ、余裕がある時に布おむつにして、でも忙しくなってしまったら紙おむつを使って、まあ、逃げ場があるので、まあ、こういう子育てもいいかなと思って、で
で、でも今回使ってみて全然後悔はしてなくて、すごいいい経験になったんだなと思いました。はい、そうですね、この動画を少しでも役に立ったと思いましたら、ぜひグッドボタンの方お願いいたします。また今後も子育てについての情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。では最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。